いっぱいの、ね、賑やかでですね、はい、元気いっぱいでね、なんだかお腹空いてきちゃったんですけれども、ね、朝何も食ってないもんでね、痩せちゃったね、じゃんね。そう、あのね、このね、やっぱ何日か緊張しましてね、あのね、1人前しか食べれなかったのよ。ああ、ね、いつもね、いや、親方じゃないのよ。あ、そう、親方はね、横で寝てる、あそこで横になってるから、衣装がね、ブカブカだもん ねでもね、なんか腹だけ目立っちゃってるね誰笑ったの誰キャーって今ね、よく覚えておいてということでね、はい、続いていきましょう。続いてのチームさんはこちら、はい、水天賞の皆さんでございます。水天賞、どうぞこちらへ。あらあら、素敵な、またまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でもね、はい、よろしくお願いします。もうね、てるこちゃんとはね、もうね、本当にいつもお世話になってんの。とんでもございません、でもずっと変わんないよね、あんたね。そうよね、本当に本当に小林幸子さんみたいじゃない。本当にってね、ありがとうございます。本当に変わらずに、何か秘訣あるんですか。若い子と一緒にいる方ですね。あら、あら、まあ、あら、そうなの。あ、ちょっとそうでもなかった、そうでもなかった、そうでもなかった、笑って笑って。そうですよね、でもね、エキスをいっぱい吸って、ね、ラッキーバーの。あらららら、ねえ、そしてですね、最近畑を始めたということで。そうなんです。ねえ、畑。農作業。畑作業。何を育ててらっしゃるの。可愛い男の子。どういう、畑に可愛い男の子いたらみんな積んでっちゃうわよね。いやいやいや、まあ、養成中、養成中、これから育つところです ね、育ててチームのね、メンバーさんにということで、あ、そのね、あとで育て方を教えてください。あと本当に教えてほしいわ、美しいものいっぱい。そしてね、あとね、美姿勢デザイナーさんですか。ボディデザイナーでございます。美姿勢ボディデザイナーさん、ありがとうございます。ボディスタイルもだってずっと変わらないよね、あとね。なんだろうかね、何、なんで。すごいのよ、こういう人のことを化け物って言ったりする。よく言われてます。巻き合いさんにもね、妖怪が3人ほどいるの。妖怪、はい、妖怪の一人ですけど、同じくくりなわけ。仲間、仲間、化け物というか、皆さんそうなの。最上級の、はい、ねえ、今日はありがとうございます。ではではでは、演舞の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい。それではちょっと雰囲気を変えさせていただきます。千葉市から参りました水天賞です。会場の皆様、こんにちは。こんにちは。和気あいあいの皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、本日はとても楽しみにしてまいりました。今日参加予定のファミリーがね、ちょっと体調崩しちゃったりして、ファミリー数少なくなりましたけど、本当に私たち、小さい時から、私小さいですねすいません、私小さくなかった、はい、子供たちも大きく育ちまして、本当にこの帯川の地、一番最初に、皆さんから帯川大阪行きませんかって代表者会議で、お声掛けいただいて、少し遠いかななんてね、思っていたんですけども、一度来たらこの帯川の地の水とか空気、それが本当に和やかで、私たちが住んでいる地域と全く違う穏やかな風を感じました。もう本当に、心が落ち着く素晴らしい、地域だなというふうに思っております。また今日はですね、このようなめでたい席に呼ばれましてありがとうございます。久々の、口上も聞かせていただきまして、本当にワクワク、しております。何年も前のことをすごくね、いろいろと思い出させていただいております。今日は心を込めてね、本当にお祝いの気持ちで踊らせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは参ります。水天賞
2023大化改新いざ大化改新この身を捧げていざ踏み出さん我らの一歩はさしはさよーいくぞお願いと向き合うならば力の限り